由小文老师释放出这个苗圃出来给我们，那我们现在已经陪在我们这个海洋生机实验室里面了。哦，在三个月前已经陪了这个苗 ，OK， 那大概十二月份的时候会长到五公分至十公分，我们再发送给各位，是这样的啊。那今天这个演讲就是由小何老师，我卡瓦先生，那他用英日文去来做这个报告，那由我们这个中央研究院的廖院士来做一个翻译，是这样子。对，この若芽をまずで養殖すれば皆さんの収入源の一つになるみたいな。で、2つ目はですね、先ほど言いましたように、レオ先生は私の大先輩です。同じ大学を卒業している大先輩です。他说刚刚介绍我是他的前辈，没有到大前辈了，就是小小的前辈。他往我大概是，今年我是86，他是78岁，78岁，所以86、78，差9岁哦。他是东京大学，这个我们在一起，那个后来他到台湾来，我鼓励他到海洋大学，他一直在海洋大学，已经拿到台湾居留证。哦，在台湾拿到居留证也不简单了，他非常喜欢台湾，他也非常喜欢把他所有的这些技术啊要传给大家。これは Google の翻訳ソフト使って中国語に直したものですか。おかしいところがあると思います。それは勘弁してください。他说这个是从Google 的，哎，这个有一点可能有一点出入，不应该没有大错了。就是海带、纯带菜，它的这个分类的这个属于哪一种，它的分布都在这里。おとかエビを養殖すると餌はいります。しかし海藻の場合はいりません。这个。鱼虾养殖的话一定要饲料，不过海藻就根本不用饲料。それともう一つは病気が魚エビの時は出てきます。エビの場合ですとホワイトスポットディジーズというバイラス性の病気が出てきますが、海藻の場合も病気はありますが、ワカメの場合はほとんどありません。这个鱼虾类养殖的时候常常会这个病毒发生，尤其是病毒性的 white spot， 就是白点病。海藻的话，尤其是瓦卡梅、裙带菜的话，从到现在为止几乎都没有发生过，这一点就差很多了。観光客の人が来て、で観光して、あと体がさ、冷えたのが。食堂に行くと熱いお鍋があって、で生のわかめを入れると美味しいものを食べれます。昆布の場合は色も変わらない。昆布も同じです。同じです。はい、昆布もできます。で昆布の場合は非常に細くて柔らかいものが2月3月に収穫できますから、わかめと同じような調理の仕方、料理の仕方ができます。他说昆布也是一样的。这个会变成褐色的，变成这个很漂亮的这个颜色，看起来为了让你有食欲 ，appetite，